部ちゃんです。本日は学芸大学駅に来ました。前からね、来たかったね、お店がね、この学芸大学にあるんですけども、早速紹介しますか。本日行くお店はこちらでございます。のりすけさんでございます。こちらのお店、せんべろガチャガチャっていうのがあって、ガチャガチャをしたら、コインがもらえるんですけども、1000円で最低4枚、大当たりが7枚みたいな。こちらのお店は横浜にもあるお店なんですけども、最近この学芸大学にできたっていうことで、ずっと行ってみたいなと思ってたんで、ちょっと楽しみですね、はい、ということで、じゃあ早速行きますか。行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、ということでね、のりすけさん来ました。お店に来たらまずね、ガチャガチャを引くのよ。4枚から7枚コインが入ってんのよ。でそれに応じてこっからね、おつまみとかお酒が頼めるっていうシステムになっております。はい、先にメニューこんな感じですね。ワンコインだとここみたいな、でツーコインだとここで、飲み物はワンコインだとここ、ツーコインだとここ、3コイン、4コインっていう感じで、はい、ありますね。ということでね、ガチャガチャがもうこれですね。もうお店の入り口のすぐにあるっていう感じで、この金色が出ると6か7枚らしい。目指せ金ということで、はい、じゃあ行きますよ。お願いします。一人一回勝負だから、はい、行きます。行きます。来た引き強いぞ。いいじゃん。いくよ。はい。え、あ、いっぱい入ってるコインが。1、2、3、4、5、6枚。すごい。勝ちました。ありがとうございます。やった。お願いします。いきますよ。はい。黒いや、まあ黒でもまだね、まだわかんない、まだわかんないから。さあ何個？4。わあ、4やっちまった。まあ、スタンダード。あ、でもとりあえずこれで2人で、10枚。10。じゃあ注文しますか。そうしましょう。はい、ということでね、早速お飲み物を注文しました。はい、こちらですね、ドン。デキャンタ？デキャンタですね。これね、みんなのサワーって言って、コイン3枚で約5杯分。そう。お得なのよ。スーパーお得だよね。そう。うん、じゃあとりあえずこれ早速ついちゃいますよ。はい。うん、おお、いいですね。おいしょー。で、なんとこれだとまあチューハイなんだけど、シロップも無料であるっていうことで、これがすごい、すごいよな。うん、シロップ入れに行くか。そうですね。うん、はい、ということでこちらがね、シロップですね。やばくない？すごいよ。男梅、レモン、ライム、ピーチ、カルピス、ハチミツレモン、シークワーサー、酸っぱいレモン、とにかくいっぱいあるわ。すごいわ。ここに、あ、生姜もあるからね。本当だ。すごいな。俺男梅にするわ。男梅。うん、はい、一発目。どんな？こんなでいいかな。うん、もうこれで男梅サワー。そうだな。最強じゃん。すごい。早速乾杯しますか。そうしましょう。うん、はい、乾杯。居酒屋で出てくる男梅サワーか。もうしっかりしてる、普通の。いいですね。うめぇ。2人で一杯ついじゃまだね、こんだけ残ってんだよ。得すぎでしょ。得すぎるな。ということでね、おつまみをね、ちょっと頼みました。こんな感じですね。こちらトロレバーでございます。これコインが1枚。はい、こちらがね、名物のトンカラ。ねえ、これもこちらね、小サイズでコインが1枚です。特製ぼっかけ、牛すじトマト2個身だそうです。おいしそう。これコインが2枚。はい、でこちらが100円おつまみ、1人1回だけ100円でこのおつまみがもらえるみたいな。これ店員さんがおすすめらしいね。ほんならじゃあちょっとトロレバ行こうかな。ね、うん、いただきます。
すげえ。もうね、トロトロで超濃厚で、塩だれかなかかってて、めちゃくちゃうまい。美味しい。やったね。美味しすぎる。じゃあ俺は、トンからいただきます。はい、どうぞ。うわ、すげえ。うまい？すげえ、すげえ。あ、うまっ。なんこれ。あえて薄く揚げてるのかな。結構薄いんだね。そう。豚バラみたいな。うまっ。じゃあちょっとこれ100円おつまみね。100円でこれ結構良くない？なんならこれだけでいいかもしれない。ね、こんだけね。美味しいな。これなんだろうね。かぼちゃかな。うん、カレーでした。カレーか。ああなるほど。めちゃくちゃうまいぞ。あ、いいな。衣サクサクで、うん、カレーしっかりしてるな。いいな。これ100円ってすごいわ。子供が好きな味してる。はいはいはい。うん、あら、あらららら。ああ、いいですね。よいしょ。あ、まだまだ全然余ってるね。まだ残ってる。今3杯ついたけど、ちょっとシロップいこうかな。はい、このラインナップ見てやっぱね、これしかないって思うんだろう。あるよ、一緒じゃん。俺あんま冒険とかしたくない人なのよ。YouTube やってんのに。そうそうそう。だからもう梅をね、はい、せい。はい、いいですね。2杯目です。はい、乾杯しますか。そうしましょう。乾杯。乾杯。うん、あー、男梅ですね。はい、ということでこれね、特製ぼっかけ、ね、食べますか。そうそうそう。これね、あの牛すじトマト煮込みだそうです。美味しそう、ね、めちゃくちゃうまそうだね。うわ、抜群です。出た、煮込まれてる。うまいわ。トマト煮込みって言うけど、うん、そんなトマトの味しないかな。でも味噌なんかな、うんうん、もう味がしっかりしててめちゃくちゃうまい。ありがとうございます。デキャンタ、うん、いけるかな。まだいけるでしょ。ちょうどラストぐらいじゃないですか。ほら、わー、ほんとだ、ぴったし5杯ぐらいだ。ラスト5杯シロップ入れていこうかな。そうしましょう、うん、レモンサワー変えてきた。うん、安定ですね、うん、レモンサワー美味しいですよ、はい、俺らまあ1000円しか使ってない。そう、まあ、今回俺がさ、当たりで6枚引いたけど、はい、外れ外れで4枚4枚でもこれは楽しめるってことでしょ。そうですよ。ここはちょっとすごいな。すごい。また絶対来るわね。うん、まだね、あのコインが残ってたんで、おつまみを追加しました。こちらでございます。これちょっと珍しすぎて頼んだんだけど、餃子のグラタンだそうです。何？何って感じよな。熱い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 。水餃子かな、うん、多分水餃子にチーズとかそのグラタンのやつがかかってるみたいな。はい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 。イタリアンと中華の融合ですわ。すごいね。めちゃくちゃうまいよこれ。すごいわ。うまい、うん、最後のコインを使ってお酒を追加しました。はい、コンコンハイボール。ねえ、ねえ、なんだろうこれ。ほんなら乾杯。なんだこれ。すごい癖あるな。調香酒かな。なんだろう、聞いてみますか。聞いてみようかな。うん、香港ハイボールって何なんだ。あ、紹興酒。紹興酒のハイボールね。ありがとうございます。紹興酒のハイボールで。紹興酒だね。うーん。うーん。
最後にちょっとこちらも注文しました、はい、こちらですドン、はい、もつカレーです680円。じゃあまあ最後締めみたいな感じでこのもつカレー食べますか。そうしましょうか、うん、これほら、どうですか高見さん。うまそう。いただきます。うますぎるよ、うわうまい。いや締めでカレーってめっちゃいいな。そうね、ね、もうすごいわ、うん、おいしそう。うまい、いいな、うん、ではではどうぞ。カレーいただきます。あ、うまちょっと和風ですね。そうだね、スパイシーとかじゃなく、うん、和風なカレー、うん、いいですね。あのね、なんとね、今ね店主さんなのかな、うん、がもうすっごいいい人で、うん、まあ、ちょっと話してたんだけど、この動画が上がってから1ヶ月間阿部ちゃんのお酒チャンネルを見たってこう言ってくれたら、なんとお酒一杯無料になりました。出ましたありがとうございます。すごい、本当にこれはありがたいですね。アド待ちみたい。最後の一口です。ということで、じゃあ乾杯。乾杯です。ノリスケさんちょっとすごいな、ね、今年に入ってからも結構トップレベルでの俺は満足度というか、うん、でした。2人のお会計2880円でございます。でもめちゃくちゃ飲めて食えてるな。すごいな、うん、学芸大学にあるんでね、はい、ぜひ皆さんもね来てみてください、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。あぶ。バイバーイ。